どうも、オリジナル店舗の代表で作構成演出をしておりますウォーリー木下と申します。よろしくお願いいたします。オリジナル店舗というカンパニーはですね、もともと関西で、生まれまして、僕が普段劇作と演出をしてるんですけども、このオリジナル店舗というカンパニーに関しては、セリフが全くない、パフォーマンスを作ってやっております。もともと発想がこう日用品を、叩いたりですね、その擦ったり、口でブーって吹いてみたりとかですね、いろいろそういう、子供がやるような遊びを、中心に、作品が作れないかなとか、あとそこに加えて、ダンスとか映像とか、もちろん本物の音楽というかそういうものなどを加えて、新しいパフォーマンスが作れないかなと思って、始めたのがきっかけでございます。今までにですね、セリフがないっていうのもあるんですけども、海外を割と中心に、活動してきてきました。だいたい今までで7カ国ぐらい行ってるんですけども、その中にはロンドンとか、エジンバラとか、シンガポール、台湾、韓国などがあります。結成のきっかけなんですけども、2002年にですね、その僕がやってたその演劇の中でワンシーンにその黄色いレインコートを着た、謎の集団が出てくる話を書いたことがあるんですけども、その時も彼ら一言も喋らないで、なんか割と不条理劇だったんですけど、その4人組が部屋勝手に人の部屋に入ってきて、ラジカセ、その時やったネタはラジカセをなんか4台使って、そのカセットテープで、まだ当時、もう当時なかったかな、カセットテープあんまりなかったんですけど、カセットテープを4つ、こう入れ替わり立ち替わり入れてなんか DJ みたいなことをしたり、1台のドラムをみんな叩いてみたりとか、そういうようなパフォーマンスをしたのが始まりで、その後割とそれを見に来てくれた割とクラブ関係の人たちが、ライブハウスとかうちのイベントでこんなパフォーマンスやってほしいみたいなので、2、3年割とそういうこう大阪のライブハウスを中心にしたところで活動をしてました。先ほどもちょっと言ったみたいに、きっかけ的には僕が、例えばなんですけど、団地を歩いててこうお昼間その洗濯をしてたり布団を干してるようなお母さんたちが、窓辺にバーって天気の日並んでて、なんかその時にその彼ら彼女たちはその無意識にパン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 叩いてるんですけど、布団を割とこう俯瞰で見てると、こうそれが一つの、シンフォニーっていうほど大げさではないんですけども、なんかリズムパフォーマンスになってたりするんですね。そういうことって割と日常たくさんあって、例えばサラリーマンがこうお昼間それこそお弁当を、買いに行ってこう歩いて階段を降りるときに全員がユニゾンでこう右手にお弁当の袋を持って歩いてたりするのを見ると、ちょっと僕は滑稽だなというか、なんか面白いなって思ってしまって、なんかそういうこう割と日常で見つけた面白い些細なことをこう舞台上でエンターテインメントにしていくっていうことに興味を持ち始めたのが、多分結成のきっかけとか、こういうことをやり始めたきっかけです。メンバーは実は俳優は2人ほどでして、あとは音楽家、ミュージシャン、あと映像作家、舞台美術系の人とかデザイナーとか、今14人ほどいるんですけども、ほぼ、そういうクリエイティブなことをそれぞれ別の現場でやってる人たちで作った集団です。なので割と普通の劇団というよりかは、集まってきて、なんかそれぞれの得意なことをちょっと見せてもらったり、今考えてることをアイデアをシェアし合いながら、こんなパフォーマンス作れないかなとかっていうことをやり取りしてまして、だからなんか戯曲があって、それをもとにセリフを覚えてくださいみたいな感じの作り方とは全く違くてですね、僕は普段見た面白いことをみんなで喋って、そういうことをパフォーマンスにできないかなとか、なんかそういうような発想をで作品を作ってますし、メンバー自体もそういうのが得意なアーティストが集まっています。今まで海外公演たくさん行ってきたんですけど、そうですね、やっぱりいろんな経験ありましたけど、大体空港で止められる事件っていうのがもう毎回あるんですけど、他にも機材が
やっぱりないとかね、そのやっぱり一番ちょっと大変だったのはエジンバラっていう世界三大フェスティバルの一つでに参加させてもらった時に、全くこう僕たちがやる劇場に行ってみたら、その何もない、本当何もなくて、ただの倉庫みたいなところで、言ってたらスピーカーもないし照明もないし、それでも明日本番でどうしようみたいなとこから、もう勝手に人の別の劇場に入ってってちょっと撮ってきたりとかしながらそういうことをしました。で、良かったことももちろんたくさんあって、そのエジンバラの時は最初の初日がお客さんが一人だったんですね。で、もうこれその前日そんなトラブルだらけの人だったので、なんとか幕開けてみたものの一人だし、もうこれやる意味あるのかみたいな、ちょっとみんなもテンションになって、まあでも来てるからやらないとまずいでしょうみたいな感じで、一応その一人おっちゃんだったんですけど、でそれも別に前の方に座るわけでもなく、ちょっと後ろの方に座って腕組みしながらずっと見てるんですね。でもまあで一応やりまして、で帰っていきはったんですね。でエジンバラフェスティバルっていうのはそのレビューっていうのがすごく大事で、まあ見終わったいわゆる新聞記者さんとか批評家さんとか、そういう人たちが、自分の持っている媒体にこう書くんですね。でそこで星印をつけるんですけども、その面白かったら5つ星で、一番面白いのが5つ星で、一番面白くないと0なんですけどその5段階評価がありましてですね、なんとその一人で来てくれた人がなんかそういう偉い人だったらしくて、で4つ星つけてくれててですね、それがまあ3日後に乗るんですけど、乗ってそこからお客さんが、まあ、1人その次の日も5、6人みたいな感じだったんですけど、それ乗ったから一気にお客さんが増えてですね、ああやってよかったなって思いましたね。まあその後は割とシンガポール、なんかシンガポール行った時は国立劇場ですごく大きな国立劇場でやらせてもらったりとかですね、台湾ではなんかちょっとよく知らないですけども、そのいわゆる大統領的な人が見に来てくれたりですね、なんかそういうちょっと楽しい思いもたくさんしました。まあ、きっかけとなったそのエジンバラの5つ星っていうのが、まあ僕らにとってその後いろんな海外の方に見てもらえるきっかけになったんだなと思ってまして、1年目は実は5つ星取れなくて、次の年には5つ星っていうのをいただきまして、5つ星ってのはさっき言ったみたいにこう5段階の最高評価なんですけども、大体まあ取れて、その参加団体が300とか400あるんですけど、まあ、そのうちの 10% 取れるか取れないかみたいな一応数らしいんですね。で一応5つ星取ったら、まあ、いろんな賞にもノミネートされますし、まあ、やっぱり注目増えて、だから翌年は1ヶ月間実は行ったんですけども、その前の年は2週間行ってて、1ヶ月次の年行って、もう後半は本当にずっと満杯で、とてもありがたかったんです。はい、国によって、反応違いますかって確かによく聞かれるんですけど、まあ、基本はそんなに変わらなくて、まあ、僕たちもやることを変えてるわけではないので、日によって変わるとかはもちろんありますし、あとは例えばパフォーマンスの中でこうお客さん割と参加型なんですね、これで、お客さんに歌を歌ってもらって、それを拾うというか、そのリアルタイムに録音して、それでまた音楽を作るみたいなことをやるんですけども、まあ日本でやる場合はまあ大体知ってる歌ですけど、海外のお客さんだとそのなんか「あだだだ」みたいな歌い出すんですけど、こう演者側は全くそんな曲知らないわけですよ。でも客席めっちゃウケたりするんですよ。うわー、あの歌歌いやがったみたいな雰囲気になったりとかして、だから割とこうなぜかパフォーマンスしてるのは彼らなんですけど、一番彼らが孤独な時とかがあるらしくて、まあ、そういうことはまあ海外でやってるといろいろ面白いなと思います。はい、今回の公演で、2013年バージョンっていうのを今作ってまして、今年、5月6月にまたヨーロッパツアーがありまして、シビュー国際演劇祭というのとコシチェっていう、欧州文化首都っていうところのフェスティバルに参加させてもらって、で、その後東京公演をさせていただくことになったんですけれども、そこに向けて
今いろいろ改定してまして、まあ基本のやりたいことっていうのは、まあ先ほど話したみたいに、普段の生活を、の中から発見したことをもうすごく大掛かりなエンターテインメントにするっていう、なので、まあ、見た人は帰ったら必ずやりたくなるみたいなのが僕たちのこう割と狙いなんですけども、そこは変わらずで、ただやっぱりこうずっともうこれ 5,6 年この作品をずっといろいろ改良しながら来てまして、まあ例えば僕たちも今普通に演劇ではありますけども、例えばプロジェクションマッピングのシステムとかもまあその6年ぐらい前からやってまして、でもまあ周りはどんどん進んでますから、例えばそれとかも僕たちなりにまた全然他の人が見たことないようなことをしたいなとか、音を新しい、まあいろんなことを、例えば自転車とか段ボールとか、何でしょう、椅子とかなんか水とかいろんなものを楽器にするんですけども、それもまあ僕たちの中でもっと新しいものをと今思っていろんな楽器を探しております。はい、まあ、一応一通り日常品は全部楽器にしてみたんですけど、今までもう一回今なら改良を加えたら、一時期洗濯機っていうのをすごい頑張ってやったんですけども、なかなか言うことを聞かなくて、でもまあどっか企業さんよかったらコラボレーションさせてください。よろしくお願いします。でその東京公演、僕ら実は日本国内も大阪中心にいろんな場所でやらせてもらってたんですけど、実は東京は今回初めてでして、まあとは言ってもそんな先ほどから何度も言ってる僕たちは普段と同じことしかどこの国行ってもどこの場所行ってもしないので、まあその力入れずに頑張りたいなと思っております。ただ多分東京の人からするとすごく新鮮な驚きとか発見があるような舞台だと思いますし、なかなか日本人のカンパニーでこう参加型だったりこう音楽パフォーマンスとかで、なんかね外人だったらまあちょっと楽しいかなと思いますけど、日本人だとちょっと嫌な時あるじゃないですか、まあ、そういうのが一切ないカンパニーですので、まあ、その辺も見てもらったら分かるんですけども、なんかある種こうアトラクションに来たようなというかテーマパークに来てるみたいな感じの楽しさもありますし、終わった後に何か残るものもきちんとありますし、自分も舞台にちょっと乗りたいなと思えるような仕掛けもたくさんありますので、あとあれどうなってるんだろうとか不思議なこともたくさん起こります。ぜひそれを体験していただけると思います。6月21日22日 CBGK 渋劇、渋谷のど真ん中にある劇場です。お待ちしております。